ですけど。イタチが殴ってきてる。イタチが殴ってきてる。イタチ人狼です。ユウスケさんが殴ってきてるって。いや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 。ユウスケさん、なんか持ってね。ユウスケに気をつけろ。何回起きるんだ、森倉。不死身だ。待って、間違った。先輩が呼んでるから。脱獄ごっこのシリーズ最新作となる脱獄ごっこプロを、今回は4ゲーマーの4人で遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。脱獄ごっこといえば人狼と脱出ゲームを組み合わせたタイトルです。ダウンロード数は先日1000万を突破するほどの人気を誇り、この新作脱獄ごっこプロに期待を寄せる人もたくさんいるでしょう。なお、今回はリリース前の開発版ということもあり、開発中だったり、今後変更となったりする場合も、ありますので、そこはご了承ください。今回、4人で遊んでいくのはメインモードの脱獄ごっこに、挑戦していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょうか。よいしょ。脱獄ごっこ、そうですね。皆さん、あれですよね。プロが初めてですよね。初めて遊びます。ちょっとやったよ、前作。うんうん、お、マジですか？じゃあちょっとキャリーしてもらおうかな。お、宝箱あった。お、いや今押したの私ですよ。これスイッチ押したの。やっぱちょっとグラフィック進化してるよね。うん、そうですね。ちょっと待ってください。ユウスケさん怖いんですけど。イタチが殴ってきてる。イタチが殴ってきてる。やばい。ユウスケさんが殴ってきてるって。いや。イタチが殴ってきてる。やばい。わかんない。イタチが殴ってきてます。イタチに近づかない方がいいです。あれ、ちょっとイタチがなんか追いかけてきてる。怖い。それ濡れ衣だから。背後にイタチがいる。怖い。マリメラを犠牲に俺たちは逃げようぜ。マリメラさんが来た。お、ユースケさんもいる。怖い。ユースケさん、なんか持ってね。ユースケに気をつけろ。なんか持ってる、なんか持ってるよ。痛い。人狼棒持ってるわ、この人。この人持っとるわ。いや。どうする？殴っとくか。みんな殴れば怖くない。意外とアクション性があるから。そうなんですよね。いや、強い。2発で死んだんだけど。そう、めっちゃ強いんですよ。ハルプしてるイタチかな。あー、やられた。え、いや、強すぎ。マリベラどこだ。いた。くそー、俺の勝ちだー。頑張れー。待って逃げてー。無理。皆さんやられちゃいましたね。いや、めっちゃ強いっすね、あれ。めっちゃ強いっすね。隠す気なかったもんね。終わったー。死んじゃったよ。終わったー。まぁ、あ、こんな感じで、人狼側はね、全滅させれば勝ちと。次誰かな。ゆうすけさん2連続とかじゃないですか。いやー、今回も市民でしょ。今回も割とスイッチ探しやすいですよね。まあ、ちょっと広いけど。落下ダメージが痛いんだよね。なんか、イタチ疑ってる。なんで疑ってるんですか。落下ダメージが黒かった。ベル1のマリビリには難しかったかな、人狼。めっちゃおるじゃないですか。真っ先に、ね。まだわかんないじゃないですか。真っ先に狙われそう。痛い。どっちが、どっちだか。あれ、なんか2人グループになってない。もう、ね、またユウスケですわ。いやイタチが白でしょ。イタチ助けて。イタチ起こすと動かないで。あれ、これまたユウスケさん。ちょっと起きた。起きてる。ほらやっぱマリメラじゃん。ほらマリメラだ。やっぱ起きた。自己回復してる。危ない。イタチ動かないで起こすから。つき早くボタン押してくれ。また起きた。このマリメラ何回起きるんだ、森倉。不死身だ。不死身すぎる。負けたー。今トラップ置きながらあれしてるんで、押してるんで。部屋から出れないんだ、殴れないから。え、そうなんですか。僕出れた。そう、マリメラ詰まってんだけど。ちょっといいナイス。これ何、え、これどうやって出るの。ユースケさん助けた。あー、よっしゃ。逆転。待って、ボタンが。よっしゃ。やられたー。難しい。まあ、人狼側倒すことでも勝利できると。宇宙マップ。よし、来た。ここ難しいっすよね。
重力とかも働いてるから、うん、ちょっと真ん中のめんどくさいところ行きますね。やばい、信用されてない。めんどくさいところを買って出る。そう、もういつきの横は怖いから行かない。やばいやばい。やばい。イタチが警戒してる。これね、あの身内でやるときこういうことすると信用なくすんで気をつけてくださいね。あれ、早速なんか疑ってなかった？誰か、誰か今誰かが疑ってました。うん、今1個押しました。ナイス。え、私のなんかすごい横誰か通ってった。いや、イタチ私の宝箱横取りしてる。そうだ、お前の仕事はないんだ。これ開けたやつとかも多分経験値とかにつながるみたいな。確か押しましたよ、1個。最初1個押したやつ。いつき君、はい、怪しいな。うん、いや、さっきから変装ミスってるんじゃないですか、イタチさん。違いますよ、ずっと疑ってるんですよ。ずっと疑ってるんですか？本当ですか？ここに蛇を置いたの誰ですか？うわ、ここ何もないじゃん。あ、スイッチありました。お、ナイス。お、2個目あった、すごい。2個連続、隣に並んでました。とか言うと怪しまれるんでね。でもちゃんとしてるから白いんじゃない？よし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 。なんかイタチが追ってきてる気がする。気のせいでしょ。背後にいるとちょっと警戒してしまう。お、4個目。ナイス。これ、ほぼ白角じゃないですか。なんか、ユウスケさん追われてません？それ。追われてる。これ、気のせいじゃないですか。イタチが、イタチが証言。援護します、援護します。はい。うわぁ、はい、強い。くそ。を押してからワープで逃げる。あと1個。逃がさんよ。ふっ。いやでも足本性。こう。足遅いから追いつけないんだな。おっとっとやつ。バナナダンス。あ。スマホ出てるよ。お。スマホゲー慣れてないから。操作が難しいね、スマホ。いや難しいですね。あんまやらないから。うん。これね、マリメラどこだよ。ほら、おいで。めちゃめちゃ怖い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 。先輩が呼んでるから。先輩が呼んでるから。先輩が復活する。パワーワード。先輩の呼びつけに答える。先輩が呼んでるから。ああ、なるほどね。こっちに。ああ、ちょっと待って。やばい、追われてる。よし。頑張って。待って。今行くよ。すごい飛んでった。ナイスー。これでいつき復活の。ナイスー。ヘビ置いても処理される。ナイス。ナイス。そっけっけ。これでいつきが。これ頑張れ。よし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 。あ、スイッチ押したよ。ナイス。ナイスナイス。あれ、場所どこだっけこれ。反対側ですね。反対側。反対側？やばいやばいやばい。わかんない。ゆうすけさん、ゆうすけさん置いてくんすか？置いてきますよ。みんなちょっと。ゆうすけは置いてきますよ。ゆうすけさん置いてきます。え、待って、いつ、これわかんない場所。あ、どこ？どこにいるの？置いてくんかーい。待って、置いてかないで。もうダメだ。どこどこどこ。ゆうすけさんはダメだ。ここまっすぐです。あ、待って待って待って、落ちちゃった、落ちちゃった、落ちちゃった。落ちちゃった？ちょっと待って待って、あれ？あ、ダメだ、やって待って。あの、墜落のダメージでヘルプになっちゃった。もうダメだ、これは。助けて、イツキ。これはダメだ。イツキ、助けてあげろよ。じゃねー。先輩2人を置いて。いやー、経験値おいしいっすわ。先輩2人を置いてったな、あいつ。人狼にやられた僕はともかく、マリメラは足くじいただけだ。足をくじきました、つって。はい、ということで今回はメインモード脱獄ごっこの先行プレイを遊んでみましたが、まあ、この他にもね、8人で遊べる軽泥と、10人で遊べる5対5というモードもまあ用意されているということで、リリースはね、2022年冬を予定しています。まあ、1、2ヶ月以内には遊べるってことになりますよね。まあ他にもね、アップデートもたくさん計画されているそうなので、そちらもぜひ楽しみたいポイントとなっています。今回はありがとうございました。どうでしたか？まずマリメラさんからどうでしたか？すごく熱中しちゃったんですけど、人狼と聞くとやっぱりこういかに作詞な立ち回りするかみたいなところに頭がこういってしまいがちなんですけど、結構序盤から本作戦闘始まったり始められたりもするので、難しいことを考えずにこう本能のまま動いても十分に楽しめるゲームだなと思いました。
ありがとうございます。イタチさんどうでしたか？私普段人狼あんまりやらないんで、まあ、掛け合いが面白いのはもちろんなんですけど、人狼ってアイテムいっぱい持ってるんで戦い方もいろいろあるのかなって思ったりとかしました。そうですよね、ワープとかめっちゃ強かったですよね、うん、ただやっぱり慣れとか必要なんで、うん、やり込めばやり込むだけ戦術も増えていくのかなって思ったりしましたね、うん、ありがとうございます。ゆうすけさんいかがでしたか？人狼ってちょっと人間性が出るのも面白いゲームの要素なんだけど私に言ってるんですかそれ割と一木くんはあのね、表情とか声に出さずに人を騙すことがうまかったんだけど、はい、うん、イタチさんはもう 襲ってるのに襲われてるって嘘にちょっと笑い声出ちゃってたもんね。ポーカーフェイスが苦手そうだったよね、うん、血がたぎっちゃってたから、やっぱその点もやっぱアクションゲームってこともあって連動して熱中しちゃうというか、感情もつい乗っちゃうから、人狼ちょっとクールにやるの難しいかもしれないねこれね。そうですね、まあそうですね、まあ僕としては最初からね、その駆け引きに持ち込めるとか、まあ特にそういう駆け引きとか関係なしにやってるみたいな感じのプレイングもできるんで、こうロールプレイとしてこうどういう人狼になりきるかみたいなのもね、こう楽しいポイントですし、あとはね、こう市民側もね、あ、その協力してね、まあそのこの人は信頼できるから一緒に動こうとか、今人狼に追われてるからその間に二人ともスイッチ押してとか、そういう掛け合いもね楽しいですよね。今回あの新マップとして月面基地があって、うん、あの反重力というギミックでふわふわ受けたと思うんだけど、あれも結構アクション性を高める感じで面白かったよ。ちょっとちょうどいい感じで難しいというか。そうですよね、うん、下手だと足くじいちゃうしね。足くじいちゃうしね。まさかの落下で。まさかの落下で脱出不可ですね。開いた新マップもリリース後はどんどん出るらしいから楽しみにしたい、ね、うんうん、はい、ということで、ありがとうございました。今回、動画は以上になります。配信をお楽しみに。